おはようございます。おはようございます。コマショーの澤田です。今日は宝塚の割と会社の近くにあるマンションなんですけども、子供さんが3人いらっしゃいまして、やっぱり通常のねよくある 3LDK っていうマンションです。で子供さんもそれぞれ年齢がバラバラなので、幼稚園、小学校、中学校でそろそろ一人部屋が欲しいお年頃になってきまして、なかなかねちょっと3人のお部屋のスペースが取れないということで、もうお引越ししようかなとかリフォームしようかなって考えておられます。でリビングに面している和室と、その隣にある洋間を2つですね、それを壁を取りまして3つに分けるという工事をします。だから各部屋は少しずつ小さくなるんですけど、狭くても一人部屋ってやっぱり子供さんにとって憧れのスペースになると思いますんで、ちょっとそれを実現したいなと思います。ただ、子供さんもずっとね、やっぱり親元にいるとは限らないので、一つはね、洋間として残せる状態にして、二部屋は将来、LDK としてまた取り込めるような形にしたいなっていうことで、ちょっといろいろとお客様とも工夫して考えております。で、お客様が、ほぼアイデアをくださって、そうなんですね、私は外サポートをしてるだけでしたみたいな感じだったんですけど、もうすべてお客様のアイデアがいっぱい詰まった、こだわりの子供部屋になるかなと思って楽しみにしてます。風見てください。もうちょっと泣きそう、感動ですよね。もちろん現場調査来た時は真っ白の壁だったんですけど、リフォームをもうするよ、解体するよっていうことになりまして、こんな機会ないよねっていうことで家族で壁にイラスト、絵を描いてくれたみたいなんですね。でも今までリフォームしますって言って、お子さんがいらっしゃるお家でも、このアイデアなかったなと思って、もう一つの部屋にも書いてあったんですけども、この中はね、一番下の6歳の子が描いてくれたお部屋ですね。また仕上がり順番に撮っていきますので、ぜひぜひ交互期待ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ見ててください。ここが、大きなドアが入るんですけども、ちょっとどうしてもね、ちっちゃな壁を立てないといけないんですね。でその壁をここに立ててしまったら、LDK を広く使うときに、このちっちゃな壁邪魔だなと思っちゃうので、取り外せるようにするんですよね。ありがとうございます。初めての試み。いつもいつも難題を押し付けてますけど、村山さんからやってくれる。何でもチャレンジ。そうですね。なのでここを取れる壁を作る。これね、多分ね、ご希望される方増えるんちゃうかなと思います。だってもう壁立てたら取れないっていうのが当たり前なんで、ちょっといらなくなった時にはそれを取ってここを開放感あるスペースにしたいと思います。で今はここ畳なので和室だったので。ここに新しいドアが入って、こちらちょっと今もう養生してしまってますけど、もともとのリビングのフローリング、これはもうこのまま使えます。でこっちは新しいフローリングが貼られます。でこの間仕切り自体は少しずれるんですけども、こことこことまた続きのフローリングなので、ここにまた見切りを入れて、また違う色のフローリングを貼らせていただく形になります。今日も1日買いたいって感じですかね。1日、今日と明日ですね。今日と明日とね、2日間、2日間、いらないです。ワックもいらないです。こういうことになったね、やっぱりだから、なんか上げてますね、ちょっと。練習したんじゃないかな。連打したこれ。こっちもそうやな。こっち
さんです。こちらは普通でこんだけあのモルタルの噂があるので、ここまでモルタル持ってこなかったんですか。おはようございます。今日は昨日ちょっとこ の, あの大開口の、はいはい、大開口のこの引き戸、はいはい、元々はここまでの、はい、ちょっと跡がありますけど、ここまでの引き戸だったんですけど、はい、こんだけ幅を広げて、はい、4枚のあの引き違い扉をつけます、うん、でちょっとすみません、メジャーで、はい、でなおかつこの扉釣り扉なんですよ、はい、まあ、ハンガードアって言われる、はい、釣りの扉なんで、はい、マンション、まあ、特有のこの、まあ、インサート、予備のインサート、大体あるんで、向こうもそうですけど、はい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 、あそこもそうですけど、はい、まあ、それを、まあ、あの活用して、なるほど、まあ、あの箱板って言われるね、はいはい、金物、はいはい、を入れて、こういう金物ですね。あ、本当、はい、あ箱板みたいな箱板、まあ、まさに箱板なんですよ。あ、マジですか。それをこう、あのまあまあ、企画で3部、うん、はい、うん、3部っていうの3部っていう、まあ、企画なんですよ、大体こういうインサートは、はい、で、まあ、あの持ってきてこれをまあねじ込んで、はいはいはい、で、まあ、釣ってレベル見て釣って、うん、でなお補強するという。なるほど、はい、まあ、ちょっとね釣りのドアは、うん、あの後々シーズンなり下がったりすることがあるんで、るもうあのちょっと念には念を入れて、なるほど、釣っとく方が。これ結構ない、1、2、3、4、5箇所で900ピッチで、しかもあの既存の下地と、うん、でなおかつあのまあ俗に言われる2インチって言われる、ちょっとまあちょろっとだけ見えてますけど、はいはい、2インチって、ね、2インチっていうこの下地ですね。もともとのマンション回しが間仕切りに対してこの2インチっていうのを抱き合わせて、はい、でそれにあの、まあまあ、この合板の下地にまたマンション回しを入れて、はい、でまあ合板で釣ってるみたいな。なるほど、はい、おそらくあの人間10人ぐらいの支えてる、全然大丈夫やと思う。わあ、すごいな、はい、これはね、はい、完成したら絶対わからないところですけど。そうです、そうです、ものすごい重要な場所ですね。そうです、そうです、あのそれこそあのベストな仕事です。なるほどこれはやっぱり現場で開けてみて、はい、初めてあこういう感じでいけるっていうふうに判断すると。そうです、だから開けないとちょっとわかんないことだよね。基本そのまあこういうあの分譲マンションで、はい、あのアンカーを打つとかっていうのが、はい、まあ、NG なんで。あ、そっかそっか。だからこういう既存のものをなんとか利用してうまいことすることを考えていく。そうか、こう勝手に開けたらダメなんですね。そうそう、まあ良かったです、ちょうどここにあって、うん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 、上手に綺麗にラインがここでね。そうです、利用できて、ね、うん、はい、確かに、はい、そうです。お話しくお願いします。という感じでラインが進んでいきましたね。じゃあ村田さん、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。まだか、うん、まあ、やっとく。